イチャつき見せてくれるんかな。いや、6章じゃ、結構、アドネイは嫌々感あったけども。ヨハルバ、大丈夫なの？く、さすがの俺も、この戦いは苦しいぜ。いやー、おじさんに、じゃあ、兄ちゃんに殺された世界線あったからな。だが、ドズル広告も取り戻したことだし、もう少し頑張ってみる。ああ、ちゃんと繋がっとる。ええ、でも無茶はダメよ。あなたには国を立て直す義務があるのよ。ああ、わかっているさ。もうちゃんと嫁はんしとるな、普通に。めちゃくちゃ後押ししとる。そうでなくちゃ、死んだ親父や兄貴は浮かばれないからな。大体お前がやったんやけどな。ラドネ、手伝ってくれるよな。ええ。あなたには色々と世話になったしね。そうやな。なんなら、下のセリフがちょっと面白いけど。いや、ヨハルバのおかげで、なんでも、そうやな。あの、序盤でラドネイのこと好きじゃなかったら、あの、ヨハンとヨハルバが、なかなか辛い戦闘が行われとったよね。6章のあそこで。うおー、ありがたいぜ。好きだ、ラドネイ。もう、ヨハルバったら、バカね。イチャつきやがって。力にも上がった。じゃあね。経験値欲しかったな。こんなもんかな？ライン超えてます。来るかな？来ない。一回か戦闘発生したら、とかかな。ちょっとスリープ体チョック出しに行こう。いや、そろそろ怪しいぞ、もう。うわ、絶対ぶつかるな。ああ、でもこっちのルートからさっさと取る可能性もあるんやな。ちゃんと作ってあるわ。最初のエッド城をやった時みたいに。これきつない。魔法軍団。言うてセリスそこまでやもんな。ここで受けれるか。届い、ん？上ならいい。ああ。道だからあれ、地形効果あれなんですけども。やるか。いやー、遠いっすね。下手に前出しちょっとぶつ、ゲルプさん、ゲルプじゃない、バイゲ来ちゃうよね。ここやったよね、やっぱ。なんか不自然なスペースあるしな。とりあえず前出すか。アリオンもいつ来るっけ？出しすぎた。ああ、よかった。アリオンもいつ来るっけなぁ。うん。このメンツに、踊りでも行ってたらもう、行けるでしょ。大丈夫かな。光線が始まったらやっぱり、やべ、アミット送ってないやん。すぐ忘れる。じゃあ、アミット。はい。いや、遠いなぁ。さっさとフリージ落としたいけど、会話あると考えるとだるいなぁ。くー、しゃあない。これが最速か？またレスキュー一回で押したいなって話しとったね。うん。一旦お修理して、わ、結構かかるやん。もう、売るか武器。それはあれか。じゃ、リーフちょっと、武器のあれが悪いな、完全に。勇者系持たす武器やよな。こんなもんかな。じゃあまた帰ってもらって。こんなもんかな。じゃあ。いや、バイゲ来るかな。来てもおかしくない。来る、来た。必殺伝と倒す。いや、ゼロパー。すごいね。え、道で、地形効果でちょっとマイナスかかってんのに。
必殺出ちゃう。2回とも出れば倒せるけど、もう出ない。お金うま、全部5000持っとんのこれ。セリスで余裕で受けれるな。ヒルオバ来ちゃうかい。パンパンやん、もうそこ。すげえことになってる。周りの3体だけなんか、おめえもリザーブ持っとるん。ヒルオバだけちゃうんか。なに、あ、そっちもリザーブ。あったけえことばっかするな。リザーブか。なんなん。あ、来はったな。すみません。止まれ。マスターナイトな。スコピオ。父ちゃん越えしとるやんけ。ふっ、反乱組、罠にかかったか。よし、森を突っ切って、敵の背後に回り込め。フリージ軍と協力して、敵を包囲するのだ。しっかり連携取れてやがる。一バル持ってないよな、さすがに。これ全部アミットにやってもらう？いや、さすがに勇者持っとるか。いや、エッタ城取ったようにして、一気に消し去りたいんやけど、レベル上げるあれもないしな。くぉ、いいとこ来たな。キラボ。マス、うぉ、四季3。あれ、父ちゃん四季4じゃなかった？うん、確かそうやったはず。あ、すごい、光も使えるマスターナイト。え？うちの、あ、マスターと一応そうか。光まで持てる。ああ、一緒だわ。優秀なの排出したね。うわ、勇者やわな。ディムナが位置にいます。もう、受けれるね。受けちゃう？弓矢からもう確定で関節やしね。ただ結構回数減っとるな。このぐらい、2体ぐらい受けとくか、まず。ゆるりと来るとはいえ、いやな。ちょっと様子見るか。リンダーミッターも上に急がないといけないし。で、こうしてレスキュー。いや、レスキューちょっと直し台がちょっと欲しいな。村とか全然ねえしな。いや、もうナイトリング諦めてこの辺の補填に当てるか。さあ、しっかり追いついたぞ。またレスキュー使えば前線行くな、レイリア。一瞬でバイゲ倒すか。レイリア使って。うん。それかな。上はもうセリスでなんとかなるしな。あの感じ。なんとか必殺出してもらって。セリス以外で受けるっつってもきつそうやしな。そもそも。ちょっと前出しとくか。いやー、ここで良さそうやな。こうか。まあ、一歩ずつ前出しとくか。次のターンが修羅場かな。で、山行けますやん。買ったな。0% だらけ。まあ、殴ってきてくれるなら、なんぼでも。金絶対乾燥するやん。こんな金持たす必要ある？
あ、バロンってことは、そっか。貴族たちってこと？これ全部、兵士じゃなくて。もう、この帝国における、ね、何らかの役職持ったやつが。だって今までずっとこういうのがボスやったしね。王とかそういう。うめえ。ただ、次の敵のターン、死ぬほど長いな。いや、当選勝ったら囲まれるだけか。ヘミになっちゃう。寝かされる？魔法21。あ、大丈夫だ。これはいい。ああ、ただフェンリルがいてんのか。ここばっかりは食らうもんな。14の22、36。やっぱ一発15。傷薬とかあればな。こういくか。ここ大丈夫やね。ちょっと危ないな、これ。ヒールだ。その間に、アミット・リンダ忙してって感じやね。うん。こんなもんかな。アリオンはフリージー取った後か？で、ここまで、ここ取れればさすがにワープで合流できるしね。最終ラウンド。ここまで来たらなんか、わけわからんの。名前付きのなんか変なやつ。12魔性やったっけ？それ出てきて、そのユリアもこっから出てきて、引きつけながらセリスをこっちに回してマンサー倒してる。うわ、忙しいな。で、ユリアの説得もなんかあるんじゃなかった。あ、ちょうどいい時間っすね。次の次が大激戦が予想されるね。バイゲさん。まあ、レイリア合流できたんなら、楽勝でしょ。ああ、すごいな。ちょっとテンション上がってきたな、この量。はい。じゃあ一旦、お休憩していきます。よし、お休憩いただいてきました。というわけで、うん、大激戦のタイミングっすね。まあ、上は安心して見れるかな。で、あれか、フェミナが虎視眈々とこいつらを狙ってると。じゃあ、セリス頑張って。下の方はディムナで受けてて、森にもいてるし大丈夫でしょ。そこそこ硬いしね。ディムナ兄ちゃん。うわ。え？おい、8% やけど。消費税。テイクアウトした場合の。倒せる。おお。一回出せばやっぱ倒せるよね。パー当ててくる。てか、タイロ立たれ、大丈夫か？下方向まだ。やべ。ちゃんと、あー、大盾もあるんすか。ちゃんと。やるね、バロン軍団。フリージ家の貴族。いや、全然減らんぞ。なるほど。一発、そっか。しかも、このリザーブ無限やろ。え、こっち来た。杖しか持ってないパターンあるかな？あのバロン。貴族のうちで嫁はんとかかな？チョコモが動くね。リザーブするために。前線の方が旦那で、奥の方は奥様があたかんね。で、2体ぐらい届いとって、うわ、結構めちゃあるやん。8% 出てくるから52なんてもう 100% やんけ。うわ、倒せない。ただ、追撃取れます。うちの兄ちゃん。もう2体ぐらい来るか。もう1回耐えれそうなぐらいのゆるりやな。全然盛りす。いや、当たりすぎやって、だから。52% やぞ。4回打ってきて3回当たっとるやん。75にしとけよ、じゃあ。それなら納得やわ。
あ、終わりやね。にしてもリーダーさんがなかなかいかついな。マスターナイトか。リブルあったっけ。セレス一旦森まで引くか。全然減らせんかったわ。うわ、しっかり全開したな。あ、槍持ってやがる、ちゃんと。おー、エディフィールド。え、ただ、あ、ここには止まれんだけなんだ。通過禁止じゃないんやね。じゃあ、失礼しますね。まあ、奥の、フェンリル持ち。あれさえなんとかすれば。いいよ。いいよ。完璧。いや、ちょっとこのほじくり時間かかるな。槍持ってきとるしね。あ、じゃあティルフィングで。いや、そうすると今度関節でトロン打ってくるんか。そういうことだよね。結構回数も減ってきたな。直しとくべきやったか。必殺一回出れば。てか今山におるんけ。山の方が強いか。地形効果。山におる状態でこの火ダメ。うわ、ここしんど。かなりターン使いそうやな。うわ、だる。だる。今山におるよな。え、ここ山やよね。もっと囲んでほしい。いや、こっちの森に来られたらだるいね。ツーウェイ。あー、敵もここ山登ってくる。引きながら。むずいな。いやー、囲んでもらうか。ここ。で、はい。ここ山で止まるのか。ああ、ありやな。これで。リンダとかアミット使わんと無理か。ちょっと下から何人か派遣するか。ちょっと、セリスだけど荷が重いな。うわ、全然来れんや。いや、でもこんな食らっとる。くそ。今の場所で、あ、でもきついか。あ、もう届いとりゃ上。50何パーもあったしね。もうちょっと硬いやつの方がいいか。それでいくとリーフ。リーフの銀。いやー、仕留めきれんか。リブローとかないか。ないんだ。ないんだ、リブロー。あ、こいつもかかるか。今の場所にいたら5体来るね。5体。いやー、ちょっとディムだな。ここか。がっつり引きつける。こんな食らうかちょっと迷うな。あー、2体くらい全部食らったら死ぬのか。
17の14、31、10、40、40くらってもいける。ここ。あ、で、で、あ、で、生じちゃってる。こうして、あれ下げたらちょっとだりか。で、回復して下げとく。上に誰か派遣したいなぁ。アルテナぐらいとくか。いや、でも下もなかなか激戦が予想されるしなぁ。リーフも回復しとくか。いやぁ。まあ、ゆるり来てくれとるのはありがたいけど。ちょっと臨戦状態にしとくか。ここしのいてくれんとやもんな。まあ、もう一ターン、セリスは耐えれるやろうけど。ただ、リブロなんでやっぱ辛いな。関節で回復できないの結構辛い。アルテナ置いとくか。あ、てかレイリアカリスマあるんやったわ。ね、全く活かしてないけど。デイジ上、いや、関節ないとな。こんなもんかな。後ろのやつもすることないもんな。アリオン待ち。さあ、そこ山やよね。あ、でも 100% あるわ。ただ敵さんの命中18まで来た。やっぱ山やからか。引いとるやつおるけど。さすが中身貴族やな。18、これなんで18だった?必殺でない。必殺でない。トローンはゼロ。うん。いい装備の仕方しとるなぁ。ナイス。あ、光の剣はあれか。関節の場合は2回必殺。ナイス。これでまた 1% 血を吸ったね。これはありだ。ただ、まだまだおるぞ。くっそー。必殺2連チャン。ちょっと減らしてる場合は1回でいいか。大盾とかもあるしね。出てくれ。なーぜ。くっそー。レベルマックスか。いや、全然減らん。これ参ったなー。かなり時間がかかる、ここ。おー、うぜ。大盾やめて。2回連続。ここに来て出すようになってきたな。全然たどり着けんや。リザーブ持ち来た。使わないんだ。使わない。まあ、そんな減ってないからか。ああ、そこも、フェンリル。同じセリフ。変えてやれよ。ちょっと。くふ、バカな人間どもよ。我が暗黒魔法の餌食となれ。結構な命中、ございますね。一発16か。ライブの腕はあるとはいえ、あれ?上の殴ってこないんだ。くぅ、72。72はもう全部当たってもしゃあないと思ってる。100%7 もいいね。それだけ技が高いって証拠よ。勇者の家もなんとか必殺か、習うかな。くぅ。ああ、確率通りです。これならいいよ。
これなら暴れんって。4回打って3回当たったんでしょ ?75%。確率通り。あれ ?3 体来とる。あ、いき、よかった、いきる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 。いやいや。6回中5発はちょっと事情が違うぞ。おい。6回中5回って。80% ちょっとあるな。もう一回引きつけた方がいいか。ね、減らんもんな。あ、これバーハラグなのか。50%。さっきかわしたから当たってもしゃあない。15。なかなかめんどくさいね。減らん。減らぬ。こっちも回復する。7回復するのか。覚えとこう。ほんで、これいただきたいね。19。必殺デントダメ。出る。出る、よし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 。無傷で撃破はでかい。ワンチャンこいつやりてえな。ヒルダ邪魔か。離れればいいのか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。このライン。ここな。よし。あとあのスリープ対応なんとかするだけ。リン、あー、届かないのまだ。ティルフィング使ったら、あ、近づくやつ、なんてかさ、普通トロン持つんだ。槍で殴ってきてくれるかな。それなら大握手会が始まるだけやけど。やっぱちゃんと AI できとるような、ダメージ受けん方、くそ。てか必殺出ないから、あ、どっちもどっちか。ちょっとやってみよう。で、アミットリンダー。うん、いい場所まで来た。レイヤー上に送ってあげたいね。さあ、がっつり届き出したぞ。もう一回引くべきか、この距離。このライン、いや、もうちょっと引くか。ディムなユカさんと正確なやつ分からんな。この森はの向こうは大丈夫そう。うん、ああ、ここでもよかった。いや、でも正確なの分からん。この平地突っ切れるから。ああ、ドンピシャ。完璧。もう一段引く。ここっすね。で、回復して。いや、今回の1時間でワンチャンあるかなと思ったけど、かなり時間かかるな。前回いけますか?いける。リライブで。もう、ほぼリカバー状態よ。で、1。いける。ああ、このラインやな。リーフも、リーフかかっちゃうか。ああ、こっち側相手してもらうか。リーフのが若干安全なんよな。必殺あるわ。生必殺がある。踊るだけ。難航するなぁ。こ
ここの基準ターン25とか言ってたっけ。いやー、ここで難コース取るのもう致命的やな。フリージ側がうまくいってない。お、銀できた。なあなあなあ、出すぎ出すぎ、ちょっと出すぎやわ。3割やぞそれ。2連続出るだけでもとんでもない確率だから。うわ、30%4 連続。レベル見てないからあれやけど。いや、5連続。え、もう、天文学的な数字になってきとるよ。いや、大盾出されまくったらもう倒せんやん。純粋に。はまったなぁ。ドハマりした。減らねえ。倒せんから、だって。大盾出すぎはあかんって。一回だけにしてよ、せめて。レベルパーセントやから限界がどうしても40、30のはずやもん。そりゃねえって。一戦闘で一回がもう最大にしといてほしいな。やっぱティルフィームガンガン減ってっとるやん。ここまで難航するか。まあここし、さっさと縛いて、馬軍団合流させるしかないか。ディムの調子いいな。めちゃくちゃ調子いいな。まあ敵の大盾出まくってないから、こんぐらいのことしてもらわんと。勇者の弓も1回あたり3回使ってっとるから、なかなかモリモリ減ってっとる。リリーフ。ここは必殺伝統。あ、出てくるね。必殺、ためろ、ためろ、ダメろ、うぃ。絞れ、絞れ。ああ、引き絞れ。あ、また届くか。ただ結構かわしてくれとるから全部当たっても、なぁ。当たってもとは言ったけどさ。くそ。42、30%40% 連続でかますのってすごいよ。今も完全にやめましたけど、過去パチンコ、主にスロットか。がっつりやってた方なんですけど。まあ、こういう、やからがよく言う、あれなんですけど、多分、障害収益は、絶対プラス、嘘！マジか。壊れた。マジか。ディムのサブウェポンも取ったっけ？うーわー、壊れちゃったか。でも、使い物な、ならんくもないか。ああ、銀持ってるわ。にしても森の向こうって嫌なことするね。スコピオ近づいてしまえば、ここに来て近接持ってない。うわ、全然食らわんやん。だりいことするね。四季が入っとるから。てか、こう、アミットとか出してもさ。あ、四季パワーで0か。逆に、そっか、四季があるから強いのか。連続とか出ると辛いなぁ。アミット、そこまで殲滅力ない。ああ、敵の命中。あれか、風って、雷に強いのか。三すくみのあれが出た。ここも、追撃ないよね。
よくないかもしれん。よくない。よくないと思う。よくないと思う。よくないよな。もうちょっと引きつける。これってどうなっとる ?36、ああ、倒せるんだ。必殺なくても。一回でも、なあ、マジでさ、だるい。大盾でだるすぎる人だった。これマジで。倒せんやん。大盾出たら。ここ山か。引き狩りするしかねえよな。うわ、だるい。アミットならまあ風やからなんかなるかな。銀持ってきたらちょっとわからんけど。うーわ。なあ、マジで誰。いや、本気でちょっと、出すぎ出すぎ出すぎ。25%、4回に1回やぞ。4回に1回何回出しとる連続で。おかしいことしとるから。この一直線ならうまくやれるな。ちょっと地形を利用して。あーめんどくせえ、ここ。大盾なんてもうどうしようもねえからな。汚ねえことしやがる。よし。フェミナは地味に。仕事が進む。ただ、会社ちゃんと減ってとるな。うん。で、ここよな。仮にも勇者やしね。突っ込むか。まずこいつ取らんとな。ああ、届かないのか。レイリアおるし。ここ倒して、ここまで来れる。じゃあ、アルテナで2体取ってもらえればいいんじゃないですか。いけるでしょう。ゲイボ、52。追撃次第。素晴らしい22。うわ、高速だな。うわ、一緒。ダメか。細身で必殺出してもらうしかない。24。出ますかね。上がれ上がれ。よし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 。いったいったいった。必殺だ。で、よし。いや、細身持たしといて正解やったね。で、ここ、やるね。あ。で、あと誰を突っ込ませるか。トリスタン。アレス。アレス、いや、奥行けんわな。アレス。ディームな、どうしよっか。ディムナどうする。まあ、銀あれば、なんとかなりそうやけど。アレスあたりが敵になるか。ディムナ、ここから戻れんよな。1、2、3、4、5。ここで一番最初に動かしときゃよかったのか。そしたら、ここに戻れたのに。あー、デイジーか。揃ったわ。
よし。一気に行く。で、目の前のトルバ取って、かな？あ、こっちも行けるんですか？手やりでしばく。速さは19、いやー、単発。もったいない。あ、絶対いける。絶対いけるけど、どうやって崩す？銀。まずこうか。穴開けて、ナイス、引き絞り。簡単に出るな。うん。技24。4分の1か。デイジーいけちゃいます。ソードマスター。勝た。勝てーときたなぁ。速さもあるんけ。23。うわ、キラボ軽っ。高速24もある。おぉ、あ、次取れる。アレスは22。うわぁ。一旦勇者に任せてみる。必殺、何回か出てくれたら、我が父アンドレイの恨み、今こそ晴らしてくれる。恨み？ナイス。ナイス。あ、いけるか？はい、すごい。なんてことだ。